まあ、どうやれば新規事業が成功できるのかもそうですけど、その成功確率を上げるためにも、どういう失敗法則があって、はい、ここを避ければ、新規事業は必ず生み出せるんだと。はいはい、要は、十中八九うまくいかないイコール、十中一にはうまくいくってことですか。それでも心折れなく頑張れるかだと思うんですよ。うまくいこうがいく前が永遠とやってなさいって言われます。この好循環と悪循環みたいなものがあると思ってて、この差分は何かっていうと意思があるかないかだと思ってるんですよね。で、意思を持ってない中で新規事業を取り込んでもなかなか難しいかな。考えてるにはならなくて行ったようになると思うんで、やっぱりそういうふうに意思を持って頑張るって、そういう人間になりたいと思ってるんだったら何でもいいからやった方がいいと思います。 99% の同じ間違い方をしなければ、すなわちうまくいきますよっていう話。この 99% の同じ間違い方を知りたいですね。皆さんこんにちは、ピボットの佐々木です。今回のピボットトークは新規事業の必勝法則をテーマにお話を伺います。ゲストにお迎えしたのは新規事業家の森谷実さんです。森谷さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。新規事業家という肩書き初めて聞きましたけど、ありがとうございます、はい、そうですね、はい、なんかワードとして多分空いてたんですよね、うん、なんか皆さんこう連続起業家とかシリアルアントレプレナー、まあ、いろんな方がいらっしゃると思うんですけど、うん、たまたまなんかこう新規事業家というワードが空いてて、それを名乗らさせていただいて、まあ、4、5年経つんですけど、まあ、あまり使ってる方がいらっしゃらないんで、まあ、ググると結構僕の名前になってるっていう、まあ自分なりにこうラベルがついたかなって思ってます。ミスター新規事業ってことで、はい、まあ、森谷さんほど新規事業、あと起業ですよね、手掛けてこられた方っていらっしゃらないと思うので、はい、今日はちょっと自己紹介していただいた後に、はい、まあ、どうやれば新規事業が成功できるのかもそうですけど、その成功確率を上げるためにも、はい、どういう失敗法則があって、ここを避ければ、うん、ここにも書いてますけど、新規事業は必ず生み出せるんだと、はい、こういうちょっと勇気はい、とその技術をですね、今日皆さんに授けてほしいなと思います、はい、でまず最初にちょっと自己紹介から、僕自身ですね、新規事業家と名乗ってますと、はい、でなんで名乗ってるのかっていうと、何の分野でも1万時間ぐらいやるとその分野の専門性持つっていうじゃないですか、うん、で一応僕は19歳で初めて会社を先輩が作った会社に混ぜてもらったんですけど、それからずーっとやってるんで30万日以上やってるんですよ。30万日ね、あ、ごめんなさい、3万日以上、あ、30万日よね1万日か、はい、30年1万日以上ですね。1万日以上、1万時間やると専門性なのに、はい、1万日以上やってるとまあ多少はなんか専門性があって言ってもいいじゃない。うん、もういいですか、ね、もう殿堂入りですね、まあ、なんで一応新規事業家と名乗ってます。多分これの意味合いが、新規事業のプロだからあなたは何でもうまくやれるんでしょうとか、なんか再現性を持ってうまくやってねって言われると分かんないですよ、うん、それは分かんなくって、頑張ってでラッキーなことが何度か続いて、そのラッキーを果敢に逃さずに飛びつくと結果としてうまくいくことがあるっていうぐらいであって、勝ち方は分かんないですね。ただ散々失敗したんで、なんとなくもしかしたらやばいかもしれないとか、ここは一旦試してみようとか、それぐらいの知恵はついてきたんですよね、うんうん、そういうのを持ってプロだというふうに自分は名乗ってますって感じです。はあ、どれぐらい社内企業されてきたんですかこれまで、はい、それがこの算数なんですけども、うん、まあ、55イコール17たす23たす15だと言ってますと、これ何かっていうと55は年齢ですね、うん、1969年生まれの55歳ですと、うん、で17と23と15は年齢を単純に割っただけじゃなくて、これ実は立ち上げた事業の数なんですよ、うん、17が社内企業の数で、23が独立企業の数で、15が週末企業の数っていう風になってます、うん、はあ、人間ってこんなに事業立ち上げられるもんなんですね。僕はずっと、まあ、三井の頃最初に就職した会社なんですけど、うんうん、田口さんという、まあ、僕の人生の師匠なんですけど、まあ、その方の下でずっとこう勤めてきた人間なんですけども、うん、田口さんに入社してすぐの時に言われたんですよ。我が国には経理のプロとか法務のプロがいると。で、弁護士が弁護が上手いのは弁護をずっとやってるから。医者が手術ができるのは手術ばっかりやってるから。うん、じゃあ、翻って我が国の新規事業を見た時にどうだと。うまくいったらその人間は責任者になって出てっちゃうと。で、2回ぐらい失敗したら外されると。だから、全員初めての新規事業。だからダメなんだと。だから、あんたは、うまくいこうがいく前が永遠とやってなさいって言われた。そういうことですね。本当プロですよね。そしたら本当に、ミスミ10年、その後エマウトって会社の10年、2社20年にわたって、田口さんの下で17回新規事業にアサインされたんですね。なかなか、社会人で17回事例が
連続して新規事業だったっていうサラリーマンってあんまりないと思うんですよ ね。それをやらせてくれるのミスミぐらいかもしれないですね。そうですね。でそれがスタートだったんで、まあこういう個性の人生になったって、そんな感じですかね。ちなみにこの中での勝利、はい、敗北、何勝何敗なんですか、はい、はい。これね、数え方が難しいと思ってて、何をもって数えるのかって話なんですけども、うん、まあ、そこの細かい設定を喋ると結構長くなっちゃうので、ちょっと端折らせていただいて、うん、あの下の方に書いてあるですね、社内企業で僕がチャレンジした時の勝敗で言うと、5勝7敗5分けっていうふうに設定してます。まあ5勝は、まあうまくいって、まあ儲かりましたみたいな。で、7敗っていうのは、あの、それこそ参入してダメだった時もあれば、参入する前に田口さんに、こんなんじゃダメだって言って参入を止められちゃうとかも含めてなんですけども。うん、で、この数字の一番の意味は何なのかっていうと、要は、まあ新規事業家だとか言って、こういう場で話をさせてもらってる人間も、所詮負け越してるよねっていうことが一つ、うんうんうん、と、これはむしろやらせる側、承認者の側にお伝えしたいんですけども、あの、こんだけやってるから5勝できてるんですよね、うんうんうん、要は部下にはやらせた方がいいっすよっていうことだと思ってて、まあ、これをなんかこう5勝7敗5分けから伝えたいし、伝わったら嬉しいなと思ってます。そっか、最初失敗したからもうお前ダメだってやったら逆にもったいないですよね。その経験が生かされないから。そうですね。5勝には行き着かなかったと思うんで。そういうことですね。はい。これ、あの、企業の方はどうなんですか？企業の方の勝敗ってどんな感じなんですか？これどうなんでしょうね。あの、例えばなんですけども、起業するときに、あの、僕は新規事業家なんで、最初の頃だけしか役に立たないんですよ。はぁ。うん。あの、いわゆる01みたいな。で、なんか10、100ぐらいになると、もう、もはや僕の席はいらないんですね。うんうん、例えば僕、ラクスルっていう会社の創業時に混ぜてもらったんね。今、どんどん伸びてますよね、今もね。で、その時に僕は最初、あの、松本さんという創業者がいらっしゃるんですけども、彼がその会社登記して、翌々週かな、まあ、それぐらいに出会ったんですよね。うん、で、最初、プロのボランティアで参加をさせてもらって、まあ、すごくいいことやろうとされてると思ったんで、あの、混ぜてもらって、で、そこから、顧問になって、社外取になって、取締役になって、副社長になって、で、またそこからさ、取締役になって、執行役になって、参与執行役になって、契約社員になって、業務委託になって、今は NDA を結んで、やり取りさせてもらってるだけみたいな。こういう、なんか、経歴を辿ってるんですね。で、これが僕の経歴の仕方なんですよ。うんうん、で、そういうことで数えると、何勝何敗って結構難しい。確かに。グラデーション、グレーですね。はい、ただ、ちょっとだけその数字的に言うとですね、これもその17戦の横に書いてあるんですけども、うん、僕自身が、創業期に混ぜてもらってるか、結構お金とか出させてもらったりとか、まあ、投資っていう形で、今60投資ぐらいしてるんですね、うん。で、そのうちの20投資は直近3年なんで、ちょっとそれ抜くと40投資ぐらいは、まあ結構前にしましたって話ですか。で、40投資して、今のところ7社上場して6社売却できてる。で、今年も多分上場でそうなんです。今、実は先日、投資面談僕してきたばっかりなんですけど。なんで多分、40社投資してて、8上場、6イグジットが現時点でできてるんで、確率で言うと悪くはないんじゃないかなと。いや、十分素晴らしいと思います。エンジェル投資家みたいなね、数値で言うと素晴らしい。さすがですね。そしたらこんだけ成功したらもう大金持ちですね。田口さんに言われたのが、はい、株は売るなと。ほう。株を売って現金化すると、お前は現金の力に頼ると。うん、で、かつ、周りの人間もお前のことは見ないぞと。お前の後ろにある金を見ると。だから、売るな。だから投資するんだったら働けみたいなことを言われてて。そっかそっか。だから今も株を売ってないっていうことと、その、まあ、参画するスタートアップにお金入れさせてもらってるんで、うん、結構必死に働くんですよ。はあ。あの、働いて、貯めて、預金を貯めて、それを突っ込んでる。そんな感じですね。だからまあ、ちょっとなんかこう、うん、手元現金ないみたいな、そんな感じですね。人のタイプによりますけど、やっぱり現金を大きく持つと、ちょっとね、あの、怠けちゃうというか、やる気なくなっちゃうタイプの人もいるんですかね。どうなんでしょう、まあ、少なくとも田口さんではそういうふうに言われてて、ね、僕はその教え守ってて、良かったと思ってます。ということですね。はい。わかりました。はい、したこういう実績のある守屋さんということで、ぜひ、ここから新規事業の、ちょっと成功法則、はい、失敗法則、何が、必ず成功するために大事か伺っていきたいと思います。はい。はい。僕結構大事だなと思ってるのが、この、うん、木の絵なんですけど、うん、これ僕樹木の専門家じゃないんで、別にその木がこんな風に生えてるかどうかなんて本当のとこは知らないですね。ただ、なんか物の本とか読むと、なんか木というのは樹幹というその枝のこう幅っていうんですかね。そこの3倍ぐらい広く根が張ってるみたいなんですよ。で、なんか地面は僕どこまでも土だと思ってたら、結構掘るとすぐ岩になるから、まあそんな伸びないと。で、こんな風に横に伸びるそうなんですね。まあ実際雨吸う時もこの方が効率いいじゃないですか。うん、
だからまあ大体木ってこんなもんなんだよねと、樹幹の2から4倍、まあ、この図は3倍なんですけど、これぐらいの根を張ってると。だから上にも伸びるし、枝も茂るし、倒れないのであるっていうふうに書いてありました。僕これ、人間も一緒だなと思ってて、やっぱり新規事業を立ち上げるときに、なんかやたらカタカナの新しいそのマーケティングの知識とか、バカバカこう入れても、それって枝葉の話だと思ってて、本当にやりたいのかと。その、簡単にはうまくいかないじゃないですか。で、簡単にはうまくいかなくって、例えば自分がこんなことやりたいんだって言ってる時に、そんなものはって、斜め上からピシャリとやる誰かさんもいるじゃないですか。で、いいね、手伝うよって言ってたのに、いざお願いをしようとすると、ごめん、ちょっと忙しくてっていう人もいるじゃないですか。で、ありとあらゆる想定外のことが、もううじゃうじゃ起きる中で言うと、本当に俺はやりたいのであるって、自分の中で思うものがないと、簡単に倒れちゃうと思うんですね。だからもう根っこってむちゃくちゃ大事だと思ってて、で、これがやっぱり全ての土台なんだと思うんですね。これがあるからこそ幹は伸びるし、枝は茂るしって思ってますと。そうしないと、ただ単になんかその頭でっかちな、なんか学生みたいな風になっちゃって、いや、それじゃ商売ってできないんじゃないですかって思ってるっていう。まずはそれですかね。ここで言う根っこっていうのは MBA だとかっていう知識じゃなく、自分の中の思いってことですか？そうですね。はあ、そっか。例えば大企業の場合って、結局本業の方が大事だったりするじゃないですか。なんかそうすると、今期中に何かを埋め、みたいな。いや、今期中って、いや、新規事業ってそんな簡単にいかないんですけど、例えばラクスルとかでも上場まで8年半かかったですね。1年では上場してないんですよ。だから今期中に何とかせい、何とかせいって何すかみたいな話じゃないですか。何やりたいんですかみたいな。だからそういうところのちゃんとした思いとかがなくって、向き合っちゃうと、それはやっぱりそんな簡単にはうまくいかない。じゃないですかね。確かに。例えばこのピボットというメディアも思いなく立ち上げててって、さすがにそれ難しいですよねと。折れちゃいますよね。折れちゃいますよね。別にその、さすがにやったからって全てがうまくいって、もう何もしなくても全自動で売り上げが上がるってことはさすがにないじゃないですか。そうですね。すみちゃん、今生成 AI ブームだから市場でかいからやろうみたいな、それぐらいだとちょっと弱くて根が弱いってことですよね。そうですね。今やってる間に夢中になっちゃって、もう寝食忘れるぐらい夢中になったら結果としてそれは OK だったと思うんですけども、ただやっぱりどこかに流行ってるからなんかやってみただけとか、いや自分が必死になるのはちょっときついんすよねとかって言ってるぐらいだとさすがにそれは難しくって、やっぱり根っこが大事なんじゃないかなってすごく強く思ってますと。そっか。逆に言うとこの根っこがないことをやらなければもう失敗の確率を かなり下げることができますね。そう思うんですけど ね、世の中で新規事業って十中八九うまくいかないとかって言葉、まあ中には千密って言葉もあるんですけど、千密だと997もできないことになっちゃうんで、ちょっと、もうちょっと確率高いってことに一旦させていただいて、まあ十中八九だとすると、なんか要は十中八九うまくいかないイコール十中一にはうまくいくってことですか。はい。ということは、8連敗、9連敗までは想定内なんで、それでも心折れなく頑張れるかだと思うんですよ。そうですね。で、これは、事業の単位で言ってもそうなんだけども、同じ事業の中でも、こう仮説をこうね、どんどん進化させていくときも同じだと思ってて、自分が立てた仮説の8個か9個を空振りで、でも逆に言うと、1個か2個の仮説は当たってるわけで、そこを嫌気を起こさずに頑張って、で、しかもそんだけうまくいかないことが分かってんだから、能動的に間引いていって、うまく失敗を切り抜けていけば結構うまくいくんじゃないかと思ってるんですよね。ね、3割バッターぐらいにはなれそうですよね。そうですよね。10中8うまくいかないが、10中8、7うまくいかないなって、10中6、7うまくいかないなったら、もうそれこそ結構いいじゃないかって話ですか。そうですね。これを本当にやるとなると、やっぱり根っこがしっかりしてないと、やっぱ途中でこうなんか嫌になっちゃうと思うんですよね。そうですよね。なんでまずここをしっかり抑えろってことですね。そうですね。はい。その上でどうしたらいいんでしょうか。はいはい、あとは、その時に、なんかその、今の根っこの話とかをもうちょっと違うことで言うと、この好循環と悪循環みたいなものがあると思ってて、この差分は何かっていうと、意思があるかないかだと思ってるんですよね。意思があった場合、やっぱり人は突破口を突破するために、一生懸命全集中そこにできると思うんですね。そうすると、失敗もめげずに進んでいけると思うんですよ。でも、悪循環、つまり意志がないところから行くと、意志がないんで、やっぱり自分が突破するために頑張るんだっていうよりは、周りの人をちょっと見ちゃうと思うんですよね。で、周りの評価っていうのがすごく気になるんで、でそうすると、間違えていない正解とかをこう求めがちだと思う。佐々木さんどうしたらいいですかねみたいな。何が美味しいですかねとかっていう。いや、何が正解か何が美味しいかじゃなくて、あんたは何がしたいんだって話じゃないですか。でも、
どうしても自分の意思がないと周りを気にするし、周りを気にするからやっぱり評価を気にして正解、間違いない正解を取ろうとしてって言って、うん、もう他責なのか自責なのかっていうことで全然違う結果になっちゃうんじゃないかなって思ってます。確かにちょっと優等生だとこっちになっちゃう可能性ありますよね。意思のない優等生だと。そうですね。特にこれでも大企業だと一定程度その方のせいっていうよりは構造的にそうなることはあり得ると思うんですよね。はい、だって本業で間違っちゃうと良くないじゃないですか。うん、で本業って今までのこう蓄積がたくさんあるから、間違わないようにありとあらゆるものが積み上がってる中で間違うのってちょっと良くないじゃないですか。だから間違うなって言われるし、うん、ちゃんとそのマニュアルとかを読んでれば間違わないはずですよね。例えばトヨタという会社がレクサスを作ってますと、十中八九レクサスが走んないっすってことはないじゃないですか。うん、もうなんか1万作って1万走るじゃないですか。だからやっぱり失敗ってダメだと思うんですよ。だけども、そういうふうに失敗を避けて、周りを気にして正解を求めてると、意思を持ってなくって、意思を持ってない中で新規事業を取り込んでも、なかなか難しいかなっていう、そんなふうに思ってますね。そうですよね。この幹であり、根幹であり、意思があるかどうかって、自分、他人、どう確認したらいいんですか？自分はあるつもりでも、実は森谷さんみたいなプロから見たら、それあなたは別に意思っていうほどじゃないよってケースもあったりするじゃないですか。はい、これってどうやったら見分けられます？行動に出てるかじゃないですかね。そこですか。僕は人は考えたようにはならなくて行ったようになると思ってるんですよ。うん、なんか俺は新規事業家になるのであるって考えても、じゃあ起こせよっていう話じゃないですか。うん、何遍も何遍も新規事業を起こしてると、そのうち新規事業家っぽくなってくる。だと思うんですよね。はい、なんか俺は水泳選手になるんだって言って水に入らないとかって意味がわかんないじゃないですか。うん、だからまず水泳選手になるんだって言うんだったら顔に水つけろよっていう、泳げよっていう、うん、そういう話じゃないですか。そうか。だからやっぱり考えてるにはならなくって行ったようになると思うんで、うん、やっぱりそういうふうに意思を持って頑張るってそういう人間になりたいと思ってるんだったら何でもいいからやった方がいいと思うんですね。うん、ちっちゃくてもいいからやってみたらいいと。でこの時に僕いつも言うんですけども、孤軍奮闘で自分がリーダーシップを発揮して事業を立ち上げなきゃならないってそこまでヘビーに自分をこう追い込まなくてもいいんじゃないかと思ってるんですよ。ほう。例えば佐々木さんとやられてるじゃないですか。じゃあ佐々木さんに混ぜてって言ってそばで一緒にやってもいいじゃないですか。そうそう。ピボットエっぽい事業を自分はやりたかったと。でその時に佐々木さん2として自分が立ち上げるっていうのもありですけど、ピボット2としてでもいいじゃないですか、やってる人がいるんだから。でまずはその人のところデッチに入って一緒にやらせてもらって、はい、で一緒にやらせてもらうと思いのほかつまんないなって思うかもしれないし、これだって思って共に歩むかもしれないし、うん、ちょっと方向性違うと、俺だったらこうするのにって言って自分でやるかもしれないし、確かに、もしかしたらやっぱり俺は元々の会社に戻るぞかもしれないじゃないですか。で僕それはそれでいいと思ってて、うん、はい、別に独立起業することが神なわけじゃないじゃないですか。はい、だからそういうふうに一旦やってみれば、そのうち自分の中の物差しが見えてくると思うんですよ。なんか頭で考えてどういう物差しなんだろう、メモリってどうなってるんだろうっていうよりは、やってみると思いのほか好き嫌いが出て、いや俺も会社勤め最高って思うかもしれないじゃないですか。全然いいじゃないですかって思ってるんですよね。そっか。だからやるが結構大事かなって思ってます、ね。そっか。そこの意思が大事だし、やりやすい環境を整えてあげることも大事ですね。はい。はい、よくわかりました。でですね、これさっきもちょっと話したことに近いんですけども、うん、なんか僕の中で成功って、成功事例の話を聞かせてくれって言われると、なんか成功話を聞きたいって言うんですけども、いや、成功話ってあらかた失敗の塊だからと。うんうん、この絵のような氷山の一角で上の方のこの成功したここだけを見てると成功なんだけど、この成功には著しい失敗があって、うん、で、この失敗をこう切り抜けてって最後、今も生きてるからたまたま上の方の成功が見えてるんだと思うんですよね。うん、これ何でもそうだと思うんですよ。はい、で、この失敗の部分、見えない部分っていうのが僕実は大事だと思うし、そこにちゃんとみんなも理解と注目をしといた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。うん、さっき言った十中八九で、ね、1、2ばっかり見てて、きらびやかなね、なんかこう、人を見てても、いや、絶対その人も頑張ってたからと、うん。そこ結構大事で、この理解なく、なんか上の方のキラキラしたとこだけを見てると、本当失敗しちゃうと思うんですよね。いいとこ取りだけしてね。はい、確かに。なかなかそんな、成功するやり方を教えてくださいみたいな話は、大事ですよね。ちょっと苦しいかなと。エッセンスは教えれるんですよ。うん、で、実際体験談から、自分が学んだこととかは教えれるんですけども、それはあくまでも、そのエッセンスを言ってるだけであって、うん、それ以上でもそれ以下でもない
と思うんですよね。今あなたが経験しているものを当時僕の経験と比べたって全然違いますよねって話なんで、ありとあらゆる業間とその背景みたいなものが全然違うんで、まあ、その参考にはなるけども、参考にしかならないっていう理解って結構大事なんじゃないかなと思ってて、いつもこれを言ってます、ね、成功は失敗の塊である。確かにね。スタートアップ転職とかでもどうしてもキラキラしたとこだけ見ちゃって、ちょっと思ったのと違ったとかってなっちゃいますけど、そこも失敗のとこもね、見とけばまた違いますよね。はい。わかりました。あとはですね、これ僕なりの、うん、まあ、30年間やってきた新規事業家人生の結論みたいなところなんですけども、散々いろいろとやってきて思ったことは、それでも結局僕新規事業は生み出せると思ってます。はあ、今失敗の話とかを中心にいろいろと言ってたんですけども、でも結局生み出せると思ってます。はいはい、ただ残念ながらずっと思ってるのはなんか 99% ぐらい同じ失敗をしてるなと思ってて、さっきの十中八九の8とか9があまりにも似てるんですよ。うん、はあ、法則性があるんですね。はい。みんな一緒じゃんとかって思ってて、うん、で、でもそれぐらい一緒だったら、右の方も、左の方も、なんだったら3年前の自分も、我が社も、同じことを間違い繰り返してるんで、結構学習可能だと思うんですよ。さっきも言ったように、成功は、頑張って、ラッキーなことがあって、それを掴み取った時に成功なんで、再現性あるのかって言われると、結構難しいんですけど、はい、失敗は、両稽古できる。なぜなら社会で量産されてるんで。はい、そうすると、さっきの十中八九か十中八七ですよねって理屈が通ると思ってて、うん、つまりは、この1であり2段だったら3として2をしなければ1である 99% の同じ間違い方をしなければすなわちうまくいきますよっていう話だと思ってですね。はあ、この 99% の同じ間違い方を知りたいですね、深く。はい。それを僕なりに30年間で何をしてて、なんで転んだのかとか、いろいろとこう自分なりの、その、転んだのをこう書き出してみた。おー、はい。ですよね。はい。なんか頭の中で考えると捏造しちゃうじゃないですか。うん、だから、当時なんでうまくいかなかったんだっけなって、このことでうまくいかなかったんだな。これはなんで起きたんだっけな。それってなんでって言って、なんか2回ぐらい掘ってみて、いろんなことをやってみたんですよ。で、そしたらこれが結論だったんですよね。ほう。これ結構、大企業で、新規事業を生むときの共通の絵っていうことなんですけど、うん、僕の言葉で言うと、本業の汚染なんですよね。うまいこと言いますね。汚染。本業の汚染なんですよね。どういうことですか？一番上のところに本来って書いてあるんですけども、うん、わざわざ本業のある大企業の中で、大企業がでっかいぐらいですから、なんか本業があるはずなしじゃないですか。ね。本業がなかったら多分でっかくなってないんで。うん、で、その本業と違う、わざわざ新規事業って日本語を使って呼んでるぐらいですから、うん、きっと違うんですよね。いや、同じだったら本業って言うじゃないですか。っていうことは、本業と新規事業はノットイコールなんだ。不等号で結ばれてるんだと思うんですよ。スタートアップはハイリスク、ハイリターンだと。大企業はローリスク、ローリターンだと。大企業の新規事業はミドルリスク、ミドルリターンでもいいんじゃなかろうか。わかりやすい。はい。やっぱりこうやって大企業が自分たちの経験を生かして、本業とはちょっと違うんで外でやった方がいいんだけどって言って立ち上がる、これは可能性あると思うんで、はい、バカバカ出ていったらいいなと思って応援してますので。ですよね。あとそういう制度がない会社だといい人が入ってこなくなってきますよね。今度ザ日本病、新規を阻む人間心理と組織力学っていう題名にしてみたんですけども、はい、ハッピーエンドの創作物語じゃないんですよ。全部事実を寄せ集めて、過小にも過大にも書いてないんですよ。